サロトロセルクスは、約5億年前のカンブリア紀に生息した、化石接足動物の一族。楕円形の体に大きな目とほうのような尾を持つ、カナダのバージェス結眼で見つかった、セラートロサーカスオブリタスという一種の実によって知られている。原記載では特記されていないが、学名、セラートロサーカスはギリシャ語のセラッツとカーコップスの合成語であり、 本属の宝器に似た尾にちなんで名付けられたと考えられる。模式種の種称名、オブリタスはラテン語で忘れられたを意味し、これはかつて本種の化石標本が別種類に由来とご解釈されたことにちなんでいたと考えられる。本属の学名は一部の和書にセラートロサーカスとご表記された場合がある。サロトロセルクスは貴重な化石節足動物であり、 カナダブリティシュコロンビア州のバージェス決岩で見つかった7つの化石標本の身によって知られているは同一標本の片割れである。ほとんどは背面の外骨格のみ顕著に見られ、覆面の構造は広く一部の化石標本で極部のみ発見される。化石標本はアメリカの国立自然史博物館に所蔵される。O、を除いて、 体長0 8 5センチメートルから1 1センチメートルの小型節足動物である。体は上下にやや平たい楕円型で頭部と頭部に分かれ、付属詞は全て覆面に隠れている。モラリアに似ているが、大きな目とほうきのような尾から区別できる。頭部は一枚の肺甲に覆われ、前後より少し左右に幅広い。肺甲は特に顕著な突起物はなく、 前縁は丸みを帯びている。副側は、先頭から、目柄で突出した一体の大きな副眼、中央に一枚のハイポストーマ、および二体の付属子がある。頭部付属詞はいずれも外詞と内ちを持つにがただが、基部の構造は不明。外詞は先端に三本の指紋があって、細短い。内ちは、やや頑丈で少なくとも四節の施設が確認され、そのうち最初の三節は、 各先端の内側に一本の棘、最終施設は先端に大小の爪に似た二本の指紋がある。ハイポス・トーマの直前にあるはずの先頭の付属紙は見当たらないため、化石に保存されないほど対火的、もしくは完全に対火消失していたと考えられる。これによると、サロトロセルクスの頭部は少なくとも四節の大切の融合でできた合体説であると考えられる。 頭部は10から11節の道節が含まれ、それぞれの背面は1枚の背板に現れるが、第1道節は常に、頭部の背後に覆われて目立たない。頭部の横幅は、第1道節が頭部より少し狭く、第2から4道節は、頭部と同じ程度、それ以降の道節は後方ほど、狭くなりながら、左右の出っ張りは後ろ向きに湾曲する。最終道節は明らかに小さく、 直後に一本の宝器のような微節が続く。微節は、胴部より少し短いほど細長く、先端は後方ほど発達した9本の棘がある。少なくとも、最終二節以外の同節は、それぞれの腹側に一単位の付属子を持つが、円に十数本の指紋が並んだ、ヒレ状の外紙のみ知られ、内紙の有無は不明。サロトロセルクスの化石標本から、 少なくとも二つの成長段階を表した個体が確認される。体長1トルを満たさない小型個体は、頭部が10節で、頭部は大型個体より前後に短縮する。体長1トルを超える大型個体は、頭部が11節で、頭部は小型個体より前後に長い。なお、サロトロセルクスの知られる化石標本数は少ないため、大型個体は、 最終の成長段階を表しているのかどうかは判断できない。定性性の可能性もあるが、サロトロセルクスは一般に遊泳性であったとされる。2010年代以前の文献では、サロトロセルクスは宴会性で、背泳ぎの見濁物色、露化接触者と解釈されていたが、ハグへ通る2011以降では、 頭部付属詞の捕獲用の構造が判明したことにより、サロトロセルクスは、むしろ海底の近くで活動し、2体の頭部付属詞で、そこから餌を捕獲した可能性の方が高い。モラリアの化石標本。サロトロセルクスの化石標本は、かつてこの種類によるものと考えられた。ミロテン1981の見解に基づいた、休復元。 ハウグへ通る2011の見解に基づいた新復元サロトロセルクスの化石標本は最初では同じくバージェス血眼に分布する節足動物であるモラリアの種に由来するとご解釈されていた。これはウィロテン1981で区別がなされ親族新種セラートロサーカスオブリータとして命名された。しかし、 ウィーロテン1981でのサロトロセルクスの形態の記載と復元は簡略で暫定的なものである。この頃のサロトロセルクスの頭部は八節に分かれた先頭の付属紙と頭部のものに同型の付属紙をそれぞれ一体を持つとされ、頭部は九節のみ含まれ、角動節の付属紙は付け根が横に幅広いく状構造と解釈された。これによると、 サロトロセルクスの頭部に含まれる大節数は3節で一般の節足動物より少なく動物付属詞の形も節足動物として異様である。なお、この解釈は暫定的であるにもかかわらず2000年代にかけて節足動物の頭部や付属詞の起源と進化に関する議論でサロトロセルクスはいくつかの文献にそれを示唆する原始的な種類として列挙された。 ウィロテン1981から30年後、サロトロセルクスはハウグへ通る。2011で再記載され、ウィロテン1981の復元におけるいくつかの特徴は次の通りに更新がなされていた。その他にも、目柄の直後に1枚のハイポストーマがある。頭部付属子は短い外子がある。同節数は成長段階によって異なるなど、 今まで記載されなかった特徴をいくつか判明し、その生態に対して新しい解釈も与えられた。これによると、サロトロセルクスはウィローテン1981の復元より節足動物として典型的であり、類縁関係ははっきりしないが、少なくとも2000年代の文献記載に考えられるほど原始的な種類ではない。 サロトロセルクスは、模式種であるセラートロサーカスオブリタスのみ含め、所属するツナ、メ、カなどの上位分類群は未定。ありがとうございます。